九州南部の雨についてお伝えします。山口さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。まず現在の状況いかがでしょうか。はい、依然として活発な雲、まだ周辺の海域も含めて広がっている状況なんですが、はい、で現在の雨雲の様子をご覧ください。この時間の実況を見ますと、今は特に屋久島、引き続き活発な雲かかっています。また鹿児島県の大隅地方の南部ですとか、あとはこちら奄美地方についてはまだ西の海上主体なんですけれども、活発な雲今奄美大島方面に接近中となります。でこういったエリアの現在の雨量の実況値を見ると、まあ、一時に比べますとだいぶ今はこう小康状態を迎えているんですけれども、まだ活発な雲をかかってくる恐れがあります。でトータルの雨量がかなり増えてきていまして、この24時間に降った雨量を見ると屋久島ですとか種子島が150ミリ前後、またトカラ列島でも100ミリを超えているところがあります。こういった形で今地盤が緩んでいることが想定されるんですけれども、この後予想される雨量、向こう24時間ですと特に屋久島エリアは多いところでさらに100ミリ以上の雨が予想されます。今日の今まで降った雨と合わせるとですね、トータルの量200ミリから300ミリぐらいに達する恐れがありますので、引き続き土砂災害などに対しては要注意となります。またトカラ列島でも多いところでは50ミリから100ミリの雨量を今後さらに予想しています。はい、今後も最新の情報を確認しながらお過ごしください。